はい、じゃあ次の項目見ていきたいと思います。で、今日は今度は国内奨学金応募についてですね。はい、これ見ていきたいと思います。で、今回はこの奨学金の話をしますが、まあ、まずこの、まあ、有名なミスターベイエリアさん、まあ、CS スタディアブロードさんの、ツイートを見てください。まあ、まず、日本から受けても奨学金なしでは、まあ、まずアメリカ一流大のプログラム、PhD は受かりません。なので、奨学金は必ず応募するようにしましょう。で、まあ、アメリカの大学への出願は12月なんですけど、奨学金の締め切り、応募締め切りは9月末とか、10月だったりするので、まあ、実質そっちが締め切りになる可能性があるので、まあ、皆さん、しっかり準備し、まあ、12月だからって、安心しない方がいいです。で、まあ、奨学金の効果は、まあ、財政面半分、まあ、能力の証明半分という話があるので、まあ、はい、必ずやりましょう。やはり、まあ、英語が怪しい日本人の給料、最初から全部負担してくれる教授なんていないと思うので、はい、奨学金は非常に大事です。逆に、奨学金持ってるとかなり強気に攻めることができます。まあ、それは後は出てきますけど、フナイオーバシープログラムっていう PhD 留学で多分、日本で一番有名な奨学金があるんですけど、まあ、あそこ相当優秀じゃないと受からないんですが、あそこの体験記見ると、本当奨学金持ってると、教授からのその返信がものすごい、来ているので、やはり、奨学金を持っているパワーは、まあ、レポートとか見るとすごい感じられるので、まあ、府内に受かるほど優秀だったら、まあ、そもそも心配なんかない説はあるんですけど、まあ、奨学金は超大事です。で、奨学金には2種類あります。出願時に間に合う奨学金と、合格が決まってから申し込む奨学金です。で、PhD のその留学を有利にするのは、この出願に間に合う奨学金なんで、まあ、それに応募しましょう。まあ、なので、9月とかに、応募になるんですね。はい。で、独断と偏見による国内奨学金の紹介をします。まあ、これはね、意外と、下手すると、本番アプリケーションよりも大変だったかもしれません。はい。で、日本学生支援機構のが、海外留学支援制度、学位取得型。まあ、これが一番、まあ、府内と同じぐらい有名ですかね。はい。で、学費上限がありますけど、生活費ができます。あと、まあ、ユニークなのは、他の奨学金との併給が可能なので、とりあえずこれには出しておいた方がいいです。ただ、アプリケーションの書類が死ぬほどめんどくさいです。今年はだいぶ改善されました。けど、まあ、16年に受けた時は、本当になんか、人生で一番つらい、殺意の湧いた書類作成でしたね。はい。まあ、なぜかっていうと、まあ、これですね。はい。まずその、志望したプログラム第2希望まで書くんですけど、そのプログラムに対する概要とか、奨学金でね、トゥイション、だから授業料のところとか、いろんな情報をそのアプリケーションに書かなきゃいけないんですけど、その書いた数値が、の出典元のページとかを印刷して、かつ、和訳をつけろって言うんですよ。いや、まあ、もちろん、こんな奨学金ね、いろんな言語の国に行くんで、気持ちはわかるんですけど、さすがに英語は許してほしいって思うんですよね。ちなみにこれはまだ2017年も変わってないです。で、その上、一昨年までは8部コピーを要求してくるんですね。今年は PDF で出せるようになりました。いや、その膨大な書類を8部要求すると、まあ、レターパックに収まらないんですよ。マジで、切れそうになりました。で、ちょっとここからは、まあ、少し、へ、あの、想像なんですけど、普通、日本学生支援機構のこれは、大学経由で応募する、奨学金です。ただ、まあ、卒業生だったり、その卒業生の取りまとめをやってない大学は、個人応募っていう形で応募しないといけません。まあ、なので、少し、まあ、倍率とかは高くなるのかなとは思っています。出しましたけど、まあ、面接にすら呼ばれなかったですからね。はい。あ、ちなみに私、奨学金はすべて書類でお祈りされました。
まあ、カグルマスターでこの分野で実務経験あって、なんかさすがに面接まで呼ばれないのはどうなのかなとか思ったんですけど、まあしょうがないですね、言っても。し、まあ若い学生の方がお金に困ってると思うんで、まあしょうがねえのかなとは思っています。はい。次、飛び立て留学ジャパン日本代表プロジェクト。これは、まあ、文科省がやったやつなんですけど、これも学生のみ対象なんで、知りません。はい。で、府内オーバーシーズスカラシップですね。まあ、これが PhD 留学で、有名な奨学金で、かなりの生活費と授業料が全額出るんで、これに受かったらもう勝ち組ですね。はい。で、これまでの小学生の、レポートも載っているんで、これ見ると結構留学っていうのがわかります。ただ、まあ、この奨学金持ってると強いというのもこれでわかると思うので、まあ、このレポートは一回見た方がいいですね。私の知り合いもここ、一人受かってるんですけど、まあ、なんか、超優秀っていうわけでもなかったので、まあ、優秀なんですけど、そのなんかぶっ飛んでる。なんか、筑駒出て、数学オリンピックでとか、そういう人ではなかったので、まあ、全然、出すだけは全然、分野の多分その、分布とかもあると思うんですね。コンピュータサイエンスは多分クソ倍率高かったと思います。はい。なので、まあ、府内はとりあえず出した方がいいです。ただこれ PhD だけなんで、マスターの人は使えないです。で、村田海外留学奨学金、これも学生のみ対象なんで知りません。で、伊藤国際教育交流財団、はい、です。これは授業料が3万ドルまでかな、年、ね、と生活費プラス渡航費が出ます。で、修士限定です。魅力的なんですけど、これ、願書を黒ボールペンで手書き指定という、まあ、鬼畜の所業を要求してくるので、応募する人は気をつけてください。さらに、英語で1500から2000ワードの留学先の研究テーマ、まあ、リサーチプロポーザルを書く必要があるので、出願はかなり大変です。いや、修士でリサーチプロポーザルをなぜ要求してくるんだっていうのは、ちょっと謎でしたけど、まあ、ここは頑張って応募、して、まあ、してみてください。中島記念国際。まあ、これは普通に応募できましたね。授業料、生活費、渡航費が出ます。で、平和中島財団。ここは生活費と渡航費だけなんですけど、留学計画書なるものを手書きで書かないといけないので、ここも手書きという、いや、なんか留学奨学金はなんでこんな手書きが大好きなんだっていうのは結構殺意が湧いています。いや、本当になんか日本は結構留学生が減ってるみたいなの問題になってたと思いますけど、いや、これは、それは減るわと思いますよ。なので結構、まあ、ここまでの通り、留学しようとすると、奨学金はかなり大きいウェイトを占めてくるので、やはり、日本の奨学金は増えてほしいですね。まあ、アメリカのね 学費は頭おかしいから、はい、です。で、この住田教育財団っていうのを最近ツイッターで教えてもらいました。これは合格後に申し込む奨学金なんで、私はこれからこういうのに応募しまくろうと思っています。あと、もしなんか奨学金し、いい奨学金知っていたら、ぜひ教えてください。可及的速やかに応募したいと思います。はい、今回も以上です。ありがとうございます。